亀井南明、商用一家の墓、亀井南明文化11年3月2日は、江戸時代の受学者で、医者、教育者、監視人。筑前国名の浜に生まれる。意名縄路、字は道はじめ、通称はモンド、南明は、その方である。亀門学の祖。筑前国沢原軍名の浜村の孫医亀井町元の長男として生まれる。幼少より、父ので学問に励み、 青年に至り、比前派水家の大爆草王氏を元明に指示し、さらに戸へ登って、吉松東道に指示したが、すぐに、長富読嘘案の門下に移る。長富は、山脇東洋の皇帝で、山形集団に学んだ人物である。よって、南明は、儒学者としては県園学派に属し、医学では、山脇東洋の流れを組むことになる。長富の門下生時代の南明は、 市の著作、万有雑記に序文を提供するほどの秀才として、名を馳せている。また、小石本都市、小田通宿と共に、独薄暗門家の三傑と呼ばれたという。帰郷後は、父と共に、博多東人町に開業する傍らで、法歴12年には私塾を開き、多くの門人を集めた。一方で、法歴、名脇にはたびたび、 長崎を訪問して、時代の新風に触れ、安永期の京藩に遊んでは、大阪の混沌支社にも出入りしている。安永7年、福岡藩主、黒田春雪は何名を獣位として採用し、天明4年には、春雪の遺言で、何名は新設された二つの学問書の一方である、関東館の採取に就任する。同じく1784年、有名な滋賀島の金が発見される。 この発見に対し何名は素早く、五漢書等遺伝を引用して、金印の由来を、説明、ついで、金印弁を表して金印についての研究を行った。もう一方の学問書である、周遊館の学長に就任していた、武田定良も、金印儀を表したが、内容は、何名の説明の意気を大きく出ないもので、結果として、何名の名を高めた。また何名は、 金印発見の法と陰門並びに鑑定書を全国の学者と知人に送っており、これをもとに上田明成や藤帝館なども独自に金印研究を行っている。その後、完成2年に完成医学の金が出され、幕府の昌平坂学問書で朱子学以外の学問が禁止されると各班にも影響が出て、県縁学派に属する難名の立場は危うくなった。 周遊間派の攻撃を受けて完成4年ついに失脚し、何名は関東間採取を解任の上、失去禁足処分となる。完成10年には関東間が消失し、それに伴い関東間廃止。教官は解職され、生徒はすべて竹立定量の周遊間に編入となる。失脚と学校の消滅に何名は失意に沈むこととなるが、 やがて息子の商用を中心に私塾として亀井塾が再開され、南米もそこで指導に当たった。南米、商用府市の下には九州に留まらず、日本各地から弟子が訪れ、多くの優れた人材が育った。文化11年3月2日、自宅の失火により死去。伝えられるところでは、猛火の中で探挫して、噴死したという、去年明治年、 14位を追増された。亀井塾文化生には、以下のような人物がいる。田尻左辺、増意書見伝造保板上特使増意年表、P27 河村2013、203から209、河村2013、23河村2013、184、河村2013、187河村2013、199、 ありがとうございます。